北里大学薬学部の中村です。我々大学は東京の南西部に位置しておりまして、創設者は最近の今日は肝臓と肺に乱されましたマルトリンパス病変についてお話ししたいと思います。マルトリンパスとヘルコバクターハイルマリーの関連についてはドイツのストレート教授などのグループの報告が有名であります。マルグナナはヘルコバクターハイルマリーとマルトリンパスの関連がピロリ菌との関連よりも強いということを報告しています。我々はこの菌を C57BL6 マウスに感染させております。この菌はピロリ菌に類似した菌でありますが、増濃質の点が異なっております。C57BL6 マウスに感染させますと、感染後3ヶ月後以降に異形成部に有機性病変が形成され、12ヶ月後には異形成を埋め尽くすほどになります。組織学的に検討しますと、この種類は B リンパ球の収束でありまして、リンパエピセリアルリージョンなどからマルトリンパ種と考えられます。さらにこのマウスを長期的に観察しますと、脱毛や皮膚病変、あるいは寿命の低下などが観察されます。さらに、一番大きな違いは、肝病変として、一般的にも、低性肝腫を思わせるような病変が形成されます。そこで本日はこの病理学的な特徴、バクテリアの極剤、さらに除菌の反応についてお話しします。組織学的には、この種類は、やはりリンパ球の収束剤でありまして、CD20 陽性の B リンパ球がその主体を占めております。またリンパ管の形成なども観察されました。肺は、肉眼的には正常なのでありますが、やはり肺の中には多数のマルトリンパ球の形成が観察されました。血的な観察では15ヶ月以降において効率に肺及び肝の病変が形成されておりました。そこで菌の極剤をインサイトハイブリダイゼーションで免疫組織学による観察します。これはヘルコバクターハイルマリー陽性の症例でありますが、免疫層内に菌が存在しております。C57BL6 マウスの感染群でありますが、免疫層内に免疫活性が観察され、インサイトハイブリダイゼーションでもそこに一致した陽性症例が観察されます。マルトリンパ種の部位においては、その所見は、やはりリンパ種の周辺に陽性所見として観察され、インサイトハイブリダイゼーションではさらに種類内に後半にその反応が観察されました。肝病変については、やはり種類の部位に散在性にハイルマニーの陽性の免疫組織学及びインサイトハイブリダイゼーションの陽性反応が観察されます。肺においても同様な所見が観察されました。これ最後に除菌の反応を見ました。イノマルトリンパ種に関しては除菌によりほぼ消失し、その部位にアクティブカスペス3の免疫活性が観察されています。肝臓については、主流の小型化、さらにその部位のアクティブカスペス3の免疫活性、肺においても主流の小型化及びアクティブカスペス3の免疫活性が観察されました。以上の結果から、C57BL6 マウスにヘルバクターハイルマリアの長期に観察されますと、肺及び肝病変が形成されることが分かり、さらに除菌によりこれらの病変が改善することが明らかとなりました。